はい、お待たせしました。対局の準備ができたようです。それでは第32期放送戦 A1 リーグ最終節最終戦投杯の開始です。はい、では対局を開始してください。さあ、今立ち会い人藤原貴博プロの合図によって最終戦が開始されました。さあ、最終戦ちいちゃに伊藤、なんちゃ近藤、シャーチャ望月、ペーチャ藤崎の座順で最終戦スタートです。さあ、最終戦並びもシャーチャに望月、そしてペーチャに藤崎と最後に勝負どころが訪感じれでるすようね。な。まあ、とりあえず何にしても高くないって、この近藤、藤崎、望月の中で1位にならないとしょうがないですからね。そうですね。それはまあ本当に最低条件ですよね。ほぼ可能性がなくなりますからね。何ポイントであったとしても高くないでトップになれば可能性は出るということですね。そうでまあすね。一応2位、ここで2位でも可能性はなくはないですけはい。ど、まあ、現実としてねポイント見てやりますから、はい。2人が下、3人下に行くことは考えづらいですからそうですね。ね。もう本当にね、1位の人が200勝つとかいう勢いじゃない限りありえないですから。そしてその最後の上位卓の試合も明日あるという。そうですね。何ですか、この年末は。新しい、新しいですよね。まあ A1 の方も大変ですよね、年末で。まあ翔ちゃんもね、年明け早々。そうですね。このすごい試合見せられた後に年を越してすぐ試合っていう。まあけどいいよね、逆に見てなんかああなるほどと思うこともある確かし。に、なんか本当に今年だけはちょっと年を越した気分にならない気がしますね。なんかこれ見せられた後に年越せって言われてもさあみたいな。望月今回は打点が見えづらい手牌ですプラスね。94.8ポイントまで来ましたからね。望月もちょっと思いっきり噛かみみすまぎしたや。けど、ちょっと興奮しすぎて。52ポイントプラスですか、今はい。日。3回で。古川とはとりあえず0.5ポイント差なので、望月ここで浮くことができればとりあえず古川よりは上の順位に。そうですね。まあ、藤崎はとりあえず望月より上ってことですよね。はい。その中でいくつポイント伸ばせるか。そうですね。まあ、トップ条件は間違いないですか。まあ、一応2着4着でも可能性はあいりや、ますけど。本当にかなり現実的になりましたね。これだって普通のトップで20ポイントぐらい上乗せしたとしてもそしたらあり114.8まポすイよンね。ト。勝俣が、まあ、簡単に言えば勝俣が20ポイント沈めばはい。勝俣下行きで古川が受けなければそうですよね。っていう感じですからね。ありえますね。これはリーチ打つんですか。さあ、このリアンウーマン、これはリーチを打っていった伊藤。手代わりもないですしね。意外に打つものがない望月。伊藤も今現状マイナス79.9ポイントで、9位の沢崎とはあ、本当です17ね。ポイント下。まあトップ取れば大体っはい、ていう感じですか。そうですまあね。本当は4た番だ、手の本当トップぐにらい。このよあここはドラ打てば天敗ですが、ドラ打たずと。機種順位が1個違うので、その年末のグランプリの、あれですよね、1次予選か2次予選かとか。変わる可能性がありますからはい。ね。まあ藤崎とその話をしたら、藤崎は準優勝なので十段戦。ポイントが大きいですよね、十段戦も。まあ十段戦準優勝なので、ほとんど自分は二次予選シードだから、ああなるほど忘れてましたみたなるほど。1次予選、2次予選、ベスト16、ベスト8、決勝ですね。いな。多分そうです。これでイーシャンテンサーチクルーがドイ重ツ。なった。ローピンを打っていく。馬がないんですか。ウーマンが1枚しかないんですね。そうですね、リャンマンが道中藤崎ヤンコになりましたからね。
ハンマーのワンチャンス、リャンゾーもワンチャンス、スーピンが中筋、リャンマン。ああ、ここはリャンマンを近藤が補充。これでリーチ単4ピンフ5800流れです。伊藤、ただこれはまあ積もられて失点しなかった分、望月と藤崎はまあそうですちょっと助かった格好ですよね。まあ望月は微妙ですけど、まあ藤崎にしたらもう叩くしかないみたいな感じじゃないですかね。もうそうですよね、5万点6万点のトップ取ってからっていう話なんで、うん、あまり関係ないですかね。一応並び的に伊藤が点数持ってた方がいいですけどね。はい、望月が3着になりやすいですからね。そうですね。本当にね、A2 も順位で当たるようになって公平な感じもするし、何とも言えないですね。そうですね。昔はもう宅組が全部決まってましたもんね。1節目から10節目まで全て、うん、だから別宅で昇級争いすることが多かったですよね、はい、しかもそのあれですよね、あの放映じゃなかったんで同時に全宅同時にやって、そうですね、ですよね、うん、最終戦始まる前も時間合わせて3回戦終わったら時間を合わせましたね。そうですよね。まだ B リーグ以下はそうしているところが多いですね、はいはい、さらに下の方行って人数が多くなると同時でもない可能性も、え、全部同時か、下もあとどうだろう、まあ、B リーグとかはきっちり時間を合わせてやってますね、はい、3回終わった後の成績を発表して、そうですね、まあ見たところで最終戦次第だから分かんないんですけどね、はい、ただあの、まあ、B リーグぐらいになると人数が少ないんで、うん、合わせてやることにちょっと意味がありますもんね。16人ありますね、はい、一応目標のポイントがあって、はい、さあ藤崎の手配、虎の城か、童話純ちゃん、まあ、3色はダイレクトにはないですか。そうですね、ただマンデックついた場合はテンパイ取りますか。ここはさすがにどうなんですかね、まあ、取る方が普通ですけれども、伊藤純ちゃん3色が見える、パーソーはつま切り、どうするですか。ここはイーマン打ち、ドラの箱が重なった藤崎、うわーこれで純ちゃん3色転廃、いやーこれ飛び込むときつい、これは止まらなそうですね、結構全員、あ、まあここだけ止まるのか、いやー藤崎1回上がり逃しか、パーソー打って数万のくっつき、藤崎も止まんないでしょうねこれね、横に受けて、いや積もった、これは強い伊藤、ここへ来て伊藤決まりましたね、決めましたね、積も純ちゃん三色で6000オールの上がりです。伊藤、いやこれ望月藤崎にとっても痛い、うん、まあこれは純粋にね6100オール、はい、まあけど簡単に言えばこれをまくるぐらいの点数は必要ですからね。そうですね、望月に至っては望月は痛いですよね。そうですね、うん、17ポイントなんで3万、ごめんなさい、3万9000段トップですかね、取れば伊藤は一応順位は沢崎の上と、はい、もうこれでだいぶクリア、だいぶクリアです、現状16ポイント、はい、いや鮮やかでしたね。
相撲すごかったですね途中からそうですね、無駄相撲がなかったですね。ジャンピングついてベンチャー埋まって、はい、ただまあそれでも全然望月もチャンスありですしね。望月とりあえずね、藤崎より上で終わればいい、浮いて終わればまあチャンス全然ありますからね、はい。見事でしたね、純ちゃん三勝。ああいうの上がりたいな。ちょっとかっこいいですよね。6000オールって言いたいですね。6000オール上がった記憶がない。もうさっき休憩中ちらっと話してたんですけど、はい、ほとんどみんな100万上がってるよね、 A1 にいる人。ああ、不動産がぼやいてたんですけど、あ、なるほど。俺ぐらいじゃないと上がってないの、うん、あ、古川さんも上がってないっつって。でもミラクルの上がりたくさんあるから。古川さん3倍負けで上がったからな。そう、確かにみんな上がってる、上がってますね。 A1 の人で上がってない、勝又上がった、上がってないっすね。うん、まあ今年だけに限らずね。はい、友武さんも上がってないか、上がってない。荒さんも上がってないか。荒さんも上がってない。まあ荒さんも、いやでも違うな、グランプリとかで。ああ、第3ゲームなってた。いや本当に役満よく出てますよね。2枚目の白を仕掛けて。あ、そうだ。トモさん上がってましたね。上がってました。あ、そう。うん。みんな上がってる、ね、みんな上がってる。そんなに上がれるもんじゃないですけどね。そうね。いくら、いや、まあ局面が長引きやすいじゃないですか、みんな結構こうだって狙んで。にしてもですよ、こんな出るもんでもないですね。まあ国士とかに至っては、まあそのケアされる、ね、出上がりはやっぱ相当少ないですからね。100万の競技麻雀の性質上、オードラ言った、今度はスチーピン見てん、あー、これで天敗、上がりそうな着方ではありますが、意外にリアンピン薄いか。あと1枚しかない。そしてこちらは伊藤はリアンウーピン、あー、スーピン掴んだ。これで伊藤に包、伊藤じゃないです、ごめんなさい、近藤に包重。近藤がピンフドライチで2000点の上がり、2000は2600の上がりです。さあこれでトン2局、近藤の親番。もうそんだけ、これだけ役満が出ると何が起こるかわからないんで、もうこの回も役満ちょっと出ないかなって、まあ、そうですね。ちょっと昨日も1回戦目オーラスに出たんですよ。あれすごかったよね。はい、あんなことあります。いやもうね、あの感じで澤崎さんが強すぎて、トモさんも浮きをキープできたから決まったなみたいなね。そうですね、正直あの60ポイントの差って、はい、1回でも相手に浮かれたら多分ほとんど結構もう厳しくなるような条件だったんで、うん、あ、これはもうほぼ無理だろうと思っていたんですが、まさかのあれ転敗したの。え、1枚だけ1枚一応いる。すごい上がりましたよね。かっこよかったね。もう上がりたいな。最終節に A1 上がったじゃないですか、9年ぐらい前。はい、スナンコ2回積もってます。あー、リーグ戦の最中に。そう、ほとんどそれだけじゃんみたいな。まあ、まあ、いや250ぐらいか浮いた気がしますけど、250、うん、まあけど年間ですよね。年間で250も結構むちゃくちゃの数字ですけどね。多分200ポイントぐらいで3人並んでてみたいな感じですね。ああ、それもすごいですね。
回答。こちらは4番の近藤、そして望月、ちょっと手形は良くない。どうしますかね。ペイ、ペイ打ち出していきたいですよね。あ、ちょっと、でもそうすると6、7、8がなくなる瞬間はなくなりますけどね。あ、なるほど。ちょっと怖いですよね、広げるには。なるほど、安全牌のペイを1枚打っとくのもちょっと怖いような手配ってことですか。そうなりそうですけどね。一回パースを紡げるかと思いましたけどね。なるほど。6チッパね、6、7、8を狙いつつかと思いましたけどね。シゴロも見たってことですよね。シゴロと6、7、8両方見てペイを残すっていう。で、打点が伴うようだったら行くってことですよね。ただもうトーンを引いたことによってちょっとやる気がなくなったっていう感じですか。藤崎はジャントが振り替わって単品のいいシャンテン。こちらは伊藤、伊藤はここでリャンマン打っていく。今度そして望月はブーピンを積もってここはシャー打ち。さっきこの状況下ならリーチ打つんですかね、単品になれば。あ、単品連敗で。そうですね。いやー、もうさ、あの3回戦目見てるとやっぱりリーチ打つそうな、普段とは違う感じの。イメージありますけどね、もう、ローマンを積もってローピン打ち。さあ、テンパイ入ったリャンウマン。ここは闇テン。リャンウマンが3枚切れたんですね。逆だったらリーチ打ったかもしれないってことですか。ああ、この4枚目のリャンウマンを藤崎捉えて、ここはタンヤピンフ2000点の上がりです。さあ、これで望月の親番、残り2回ある望月の親番、大事な。そうですね。さあ、望月ハイパイはどうか。ドラがシャー、悪くはなさそうですけど、まあ、ここは9万からいった。遅いですか。となると望月が一番良さそうですね。そうですね。連チャンのチャンスはかなりありそうですね。はい。お、積極的に三元牌からですね。南平からではなく、まあ一応ピンフ系ではありますけどね。まあそれよりも抑え込む意識の方が高いんですかね。ああ、やかやを先に切ってっていうことですか。まあ相手に早く見せるとか。なるほど。ドラがチュンチャンパイじゃないので微妙ですけどね。ドラ持ってそうにはあまり見えなく、まあ、ドラドラでもこういう制覇になること、いや、ならないですよね。やっぱ白チュンと南平逆になりますから。普通はその自分がドラドラだった場合は泣かせたくないのと、自分が重なったら、そうですね、有利だから、やっぱ南平からになりますよね。プラスよっぽどの光景じゃない限りは。そうですね、よっぽどの光景でも絞りたいかなっていうのもちょっとあるから、それでもちょっと微妙なとこではありますよね。ああ、これでテンパイ入った。いや、伊藤もツモが効いて、もうリアンスのテンパイ、ね、はい、これは上がりそうですね。ただこの状況下で伊藤がシャー切るってことは、まあテンパイに見えますね。そうですね。
そんなにポイントが必要じゃなくて、このハンチャンこんだけ浮いてる伊藤ですからね。はい、さあこのウーソー伊藤の上がりで近藤からピンフで先手の上がり、うん、まあ、近藤ももう条件戦ですからね。はい、望月との60ポイント差をかわさないといけない。打ちながら多分結構当たりそうと思いながら来てると思いますけどね。それでも通していかないといけないですもんね。もう藤崎もやさあ藤崎の親番トン4曲ドラリアンマンこれも苦しそうですね。藤崎もなかなか親で手入らないですね今日の藤崎ね。そうですね、ケース保管庫になった。ここはいいピン、トラワリアンマン。伊藤が5万点オーバーですね。さあ今度は何打ち、まあちょっと縦方向の魅力はありますか。変わりすぎてスワンコーまで。さあ3ピンを積もって9万打ち、これは想像の一通ですかね伊藤は。ああこれで4と1、ウーピン積もでここはローピン。うん、はチート1ですけど、まあ狙いはもちろんスワンコでしょうね。やりやすいの上がってもっていう感じはありますからね。曲を進めたくないですもんね今度にしたら。そうですよね。続きとのこの 56.8 ポイント差をまくらないといけないですからね最低条件。ただ一発100万積もると変わるぐらいですか。簡単に言えばもうざっくりすぎますけど、まあ大体変わりますよね。そうですね、まあ入れて。はい、そう望月はどうします。望月はまた難しい立場ですよね。藤崎に連チャンされても嬉しくはないですよね。そうですね、ワンマンが普通ですけど、ワンマン一応ライバルですもんね。そうですね、うん、ここで急走。今引いてここは今打ち、わー伊藤官ローマ入った。しかし一スチソが振り点。そうですね、ちょっと一と九の切り順逆の方が良かったですね。そうですねちょっとミスでしたね。ただ単野を見てってことだったんですかね、まあ、磯から先は一と九あまりどちらでもっていったとこだったんですかね伊藤は。さあこれで望月がチャンスになったか。リーチを打っていったリャンウマン。トラは打たないですかね三品現物で。おーリャンマン掴んでましたね。はい、望月はリャンウマン。あー藤崎も何があんこになってここは勝負に行くか。いけるか。3万あと1枚ですか。あ0枚、3万0枚3万はない。あーウーマンこれはうわどうする。ローマン切りリーチか。まあそれもなくはないですね。あーここは勝負しに行った藤崎。このリャンマンが当たりで
望月に3900の宝珠。藤崎これは苦しいか。まあ親番でね、まあ勝負どころですよね。ただ今換算までリーチいったところで今3万がもうなかったですからね。まあよくて流局という感じでしたね。まあ2と6、まあ危険度はそんなに変わらないぐらい、6の方が危ない可能性も高いですね。普段だったらどうしてましたかね。ローマン切って闇点もありそうな。普段だと9ピン打つんじゃないですか。ああなるほど、9ピン2枚切れでなんか1回9ピン打ちそうじゃないですか。確かに2万重なったらそうですね。普段のリーグ戦だと親でも多分2万は切らないでしょうし、ローマン切ってまで勝負する手でもなさそうな、うん、そうですね。さあそして伊藤の手がまたいいですね。ゴロチのいいシャンテン。いいシャンテン、いいシャンテン、なんかそういうもんですかね。最後はいいですね。どの手はなんか2万リアマン切りたくなりますよね。ここで2万、うん、パーマン引いた。ここでリアマン打ち、うん、打点的にはちょっと物足りないですが、形は相当上がれそうですね。はい、まあ3色が消えても一平行とかありますね。そうですね、一平行とか手代わりも、どうするかな、難しい。パーソーとか引いたらどうします。パーソーですか、うん、もうすごい嫌ですね。ね、すごい嫌ですけど、パーソー引いたら地層切るかな。見合って地層ですかね。分かんない、何切ったらいいか分かんないけど、パーピン、パーピン、なんかパーピン切るのかな。リーチかな、これは。どう、うわー、リーチですよね。リーチに行きました。伊藤チーピン6、9ピン、お、おちょっとウッパーピンか、きついな。今度ウッパーピンでリーチ、いや、ウッパーピン相当薄いですね。もうしょうがないよね、今度にしても。もう本当に60ポイント追っかけないといけないライバルが1万点上にいるわけです。はい、せめてここ宝珠で終わりたくないですよね。もうそのくらいの、まあ、まあそうだけどさ、はい、負けるぞ、まあ、まあ一緒じゃない。一緒か。1万2000とか、もう3級とか2級とかだったらもう一緒だよね。そうですね、うん、今抜いた。ピンは1枚ずつ、スチピン6、9ピンは数えたくないぐらいですか。そうですね、ウッパーピンよりはもうはるかに。あー、ここにウーピンが流れた。あと1枚、有効さんがパーピン持ってきたら勘できない。あー、うまっ、ゴロチになっていたか。まあリーチ打ちますよね。まあ伊藤の立場だと闇手もありでしたけどね。だけど闇手にしてるとどう、まあ放たれた可能性が、まあ、上がらないっていう選択肢あるんですけどね。まあどっちにしても今度はリーチでしたかね。うん、そうですね。あ、なるほどなるほど、そうですね。そうなるとこの9ピン、持ち崎の9ピンが打たれてる可能性がありましたけど、親のリーチに追っかけるってことは、これもうなおさら近藤の手配は先制で、親からリーチ入ってなくても、まあ、リーチってことですもんね。そうじゃないかなと思いますけどね。そんなに思ったよりないんですね。数ピン2枚、ローピン1枚、チーピン1枚、9ピン2枚。それにしてもウッパーピンは薄いですからね。いや、いや、もうちょっと優子さんがうわーって顔してますけど、地層には受けないですからね。あ、ウッパーピンなくなった。
パワーピンがなくなってもスチーピン6球ピンはまださっきパッと数えたけど分かりません。7枚かすごいたくさん流局になったりするんですかね。まあ残りは5枚ぐらいありそうですね。うわーすごい決着はつかないですけど、さすがにまだありますからね。あ、積もりましたね。ここは数ピンを積もって一等リーチ単位を積もで2000オールの上がりです。3色にはなってなかったですね。はい、一発で言えば役満条件みたいになってきましたか。そうですね、まあ、望月を逆転するのはそんなに必要ないですけど、うん、ポイント的にはそのくらいは欲しいですよね、うん、結局一本歯、ドラガペー。こちらは近藤、二刺しのイーシャンテン。重い。伊藤は関連ピンを入れる。第一打は数層といきました、伊藤。数層すごいね。もうちゃんとと本一と。うわぁ、天敗だ。これで一数層のリーチ。望月が一発で掴む。数層はあと1枚か、印層が4枚生きてますけどね。はい、ただ印層で上がらない可能性もありますけどね。なるほど、この点数状況なら印層つもぎる可能性ありますね。確かに親番の伊藤の動向を見たりして上がらない可能性もあるか。これつもぎられたら上がりますかね。まあ親が来てるサインですけどね。おおおお、数層あと山に1枚。望月ここは我慢、我慢して親番勝負みたいな感じですかね。なんとか浮き輪目指したい。うん、そうですね、ここではありますよね。この順目言いそうなら本当に上がらない可能性ありますね。しかしもうなんかちょっとこのモダの様子から伊藤ちょっとやる気ありそうな感じが見えますけど、それでどうするかです。こんだけやる気見せられたらちょっと、まあ親がありますからね、上がるのも自然ですよね。いいそう言った。これどうだ、上がった。近藤がここ2000は2300の上がり。まあこれが自然ですかね。うん、まあこの親でっていう話ですね。何ポイント56ポイントって言ってましたっけ、望月と。現実的にはトップ3着ぐらいにはできるとして、あと5万点必要ってこと。そうだね、はい、5万点必要。まあ1万2000オールでいいってことか。そうですね、まあなんか結構簡単に100万出ちゃうとかみたいな。1万2000オールって人生で言ったことあるかな。ないかもしれない。いやもうどうなるか分かんないですからね、本当に。まあ伊藤はここ軽い手でも上がって出ていきたいところではありますよね。まあ、タイプ的にはそんなにさばいていくタイプではないの で、 そうです、ね、仕掛けて安いと上がるっていうことはあんまりないかなと思いますけどね。はいはいはい、まあ、2枚目のファンパイとか
仕掛けるかもしれないですが、割とホームに忠実に仕掛けるなら本一とかになっていきそうな。これは9ピンって本一見ますか。ローマンもっと本一より。さあまだ今何2局ですけど、まだ9時前ですね。 A1 ってこんなことがあるんですね。はい、っていうぐらい今日はバチバチだったっていうことになりますよね。いつもこう重苦しい展開で、あの入局が多いですもんね。はい、深いところで決着するか入局が多いからすごく長引くんですけど、今日はすごく早く終わりそうな感じもありますね。そうですね。イシャンテン今度はこれは1通も見える、そして本一も見える。一気に伸びてきましたね。フェア番の近藤、イソーは2枚目のイソーを間違いなく仕掛けるでしょうね。シャアはどうですかね。1枚目のシャアは仕掛けなそうですか。難しい、どっちもありますね。まあ、仕掛けても1位なんでね。そうですよね。7700、あ、じゃない、ごめんなさい、11600は見える。うん、まあちょっと厳しいですけどね、まあ1通つけば。三層か、ドラパー層、そして三色も見えるのでチーソーを離せないと。さあドラのパー層を引いてこれで9ピン。しかしペンチーソー嬉しくない。まあけど打点つきましたからね。インソーとシャワーポンできればリャンパー層みたいな感じですか。そうですね、もちろんチーソーダイレクトで引きゃ。これ本当にちょっと1万2000ホールとかにも1万2000ホール、まあメンチにはならなそうだけど、なるか。そうする、真ん中の方をちょっとごちゃごちゃっと引けば、さんも3倍マンみたいな手上がってたもんね。そうですね、一部手は3倍マンだった。さあ伊藤がメインホンチートイツのイシャンテン、ちょっと持ち出来の数層がね嫌な牌ですけど。うん、そうですね、あいつになってた。いやー、こっからのあるんじゃないですか、もしかして。これシャア出たらポンしてイスチーソーシャンポンもあるか。急走を一番右に持ってきてますけど、どういうこと。どシャアポンしたら急走切るってことか。分からないですよね。 どうなんですか。ポンしたら急走切るんじゃないの。もう 5% じゃやってられないっていう。チーマンつもぎり、さすがに川がちょっと想像しくなってきましたね。そうですね、あれ本一なの。最初本一かどうか全然分かんなかったですけど、さすがに本一かっていう。あー、ドラのパースを引いた。あー、ここでシャア打たれる。おお、これは泣かない。おお、そして引いた急走ペンチーソー待ち。メン本一イペコドラドラでこれ倍満ですよね。そっかそっか、急走ないんですね。急走なんか、急走残ってたらシャア切りまでありますよね、中連あったから。そうですね、急走2枚切れでしたね。うわー、数層はよくいったね。はい、いや、これはちょっと危なかったですね。見合いはそんなに変わらないんで、急走余りましたからね。急走で倍満、山に1枚。うわこれはちょっとすごいね。三層ミク、これ本一に見えてないってことですか。余ったようにはまだ見えてない。あー、チーソーが流れた。あー、伊藤は出ない。あとチーソー1枚、いや、もうないないないのか。じゃあチーマーあと1枚、あと1枚か。1、あ、違いますね。あ、藤崎もそらしてるのもうない。いやー、伊藤はもう打つことはないですからね。すごい、
まあ宇崎打たなかったっぽいですけどね、掴んでましたけど。そうですね、うん、うん、そうか、うお、そう、想像も全部言ってますけど、まあそのぐらいってことですか、もう望月も。うん、チーマって2枚、いやパーマン、パーマン、あれションパイ、っていう感じですかね。あれこれはローマンを打って、近藤、望月、藤崎の3人テンパイで流局。すごかったですね。すごいですね。まあそのぐらいテンパイも欲しいですけど、もう親マンとか刺さる、親マン補充したら一気に自分の可能性がだいぶなくなっちゃいますからね。そうですね、実際はメンチンのバイマンと、メンホね、あ、ごめんなさい、メンホのバイマン、斉藤、そしてこちらが今度またピンズが寄ってきた、ツモ次第では寄りそうですよね、こちらの望月、まあ寄せたいですよね。そうですね、状況的にももう、まあもちろん連チャンすれば可能性はずっとあるんですけど、まあこれもドラ重なればね、打点がありますから、一応オロチもありますね、3色もあるんですね。藤崎はもう本一ですね。ドラガチュン、普通に手を組むのかピンズを打っていくのか、ここは自敗、うん、イーソーつもぎり、望月はこれちょっと9万がネックで単用にはならないですけど、うん、どうしますかね、どういきますかね、あー、リャンピン入った、これ行きたくなりますか。そうですね、仕掛けも縦方向で効きますからね。ただまあ一通もなあるんですよね、はい、うん、可能性は。リャンマンつもぎり、これチューン重なったら難しいね。あー、一気にいった、うん、もうチューン重なったら一通もあるからウーピンの、またまた同じような形になって、一通イペコ、一通イペコ、また一通イペコドラドラかもしれない。そうですよね、あり得る。ただチーピンがもうないんですね。あー、チーピンはネックですかね。あー、ローピン引いた。あれ、これチュンイツのイシャンテン、チュンイツのイシャンテン、すごい。パーピンはポンテン取りますか。取りたくないですけどね。ですね、ちょっと満願じゃちょっと満足できないか、この手配で。普段なら、ね、さすがに、さすがにみたいな。藤崎が9ピン余ってるので、これで出たら、そうです、ね、てか先にスチーピン引いたら藤崎がアウトですもんね。アウトですね、これまたチュン出るんで藤崎止まる可能性はありますけど、はい、あ、打つでしょうね。さあ望月、そして藤崎、ここで急走引いた、ここで9ピン出る、ここはポンテン取った。これもね、断定できなかったのが、え、何事みたいな話ですよね。そうですね、ドラのチューンですからね、あまりに強烈です、ね、あまりにも、ってやっぱりこれ、この状況に限っては泣かないっていう選択肢もありますか。あるんじゃないですかね、と仕掛けていった。まあどうせチューンが出るから結構目立ちますけどね。シャー重なった、こちらも十分、ここは勝負局か。近藤のスチーピンは山に残り1枚だけ、
スーピンが1枚。その割と藤崎チャンスか。まあチャンスですよね。ぶつけていけるか。あーここあれアンピンでテンパイ入った伊藤。ヤンピンは強いか。いやあれそうでもないんだ。ヤンピンがヤンピンが2枚切れているので、 あと1枚。バスも薄いか。スチーピンはスーピンが1枚か。スーピンが1枚だけ。リャンピンは山に残り2枚ですかね。あじゃあいい勝負。藤崎も泣いたらシャンポンに受けるんですかね。2枚目泣いたら。あースーピン掴んだ。これは宝珠だ。止まるのか。止まる可能性はありますね。うわさすがだ。ここは止まる。すごい。まあ確かにね。こうなると藤崎チャンスか。まあ、ちょうど引ければですけど、こうなると伊藤からはこれが出ないですもんね。何が出てるのか。出ないですよね。まあ、出ない。ちょっと望月も打たないですもんね。まあシャアはなくはないですけど、一応親の現物なので。テンパイ入った。いや、しかしジャントがない。あ、いや、ん？あ、ジャントがない。ごめんなさい。もうまさかのチートイツの方のテンパイでしたね。武装短期一応1枚いますね。2枚切られていますが、武装まだ1枚山。可能性ありますね。どうか。ウーピン引いた。ここはウーピン短期。これで流局、うん、ちょっと開かれた手配が藤崎っぽい手配ですけど。かわいいウーピン。かわいいウーピン。横にいる。さあ近藤と藤崎の2人テンプで流局、うん、面白い。この親番は長くなりますよね。そうですね。まあ望月は沈みたくないですから、望月ぐらいですか安くさばきたいのは。まあ、伊藤ももちろん上がりたいですけど、無理してまでっていう感じはありますもんね。そうですね、うん、藤崎にとっては局数が長くなるのは別にいいですからね、うん、そうですね。連盟の A ルールは今のウーピンが例えば場に3枚切られていても、あの藤崎はテンパイ扱いになりますよね。あ、空手でもってことですか。はい、はい、自分で使ってる場合はダメなんですよね。そうですね。3枚持ってるチートイの短期とか、簡単に言えば、はい、ウーピンポンしてウーピン短期とか、そういうのはダメですね。そうですね。さあまた見たび、また面本ですか。また想像に寄ってる。すごい、こんだけ寄るのもすごいな。望月も点重いですね。こちらもね、逆にね。まあ誰か寄ると寄りやすいですけどね。そうですね。おお、今度は仕掛けていった。自在ですね。これは遠いと見てリャンソーポンから。まあ縦も多い形ですよね。リャンソーイーソースーソーポンできますから、はい、仕掛けた方が早いということですかね。すごい、こんなに陳一とか本一になるの珍しいよね。そうですね、うん、チーマンが重なった。でもこれ結構ちょっと牽制の意味合いも強いですよね。かもしれないですね。今回はそうがない。ああ、そうか、面白いですね。どこからならなく、どこからならなくとかいろいろありますからね。ションパイのペイは今切ったんですか、うん、シャワー1枚ぐらいのシャワー残して。チーソーもかな、ちょっと痛いな。これね、牽制に白も切っていった。もう雰囲気出していきますね。すね、すごいね。これはリャンソー入ってた。痛い。これリャンソーとローソーとチーソー入ってましたからね。メンチンのいいシャンテンになってましたね。あんな露骨に積もげられると嫌だね。はい、
カンパッソイースソーシャンポン。そうですね。やだねこれは。ただ今回あれなんですよね、上茶が伊藤な分おろしてはくれなそうですよね。なるほど、うん、この泣いてから本当に手が進まないですよね。あ、いい双眼光になった。これでチーマン打ち、藤崎も本一。こちらは伊藤。伊藤はもう想像さない構えか。おお伸びていく。これでイシャンテン。すごい。半蔵は行った。そのうちなんかね、伊藤の手牌も想像に染まっちゃいそうですね。そうですね。受けてるだけで。この竜を持って、望月ちょっと楽になります。あ、重なった。これでポンテンが。むしろこれを先に。ああ、で藤崎からは打った。あ、ここでドラのウーピン持ってる分、ここで流派が打たれて、これでポンテン、カンローピン。カンローピンは山に3枚行き。これはいやー、きついか。近藤がきつくなったか。ああ、もう、降りた、藤崎は降り、近藤は絞る。ローソー下がった。ほんとだ。痛い。いや、痛いね。望月と、うん、今度このリアンソーをポンしなかったらだいぶ変わってましたね。リアンソーポンしないとイーソーが出ちゃって、イーソーどうするかだな。ポンテに取るかどうか。いや、その前にイーソー出ちゃいそうだね。ああ、なるほど、そうですね。伊藤が掴んだイーソーがもうちょっと前のタイミングだったから、リアンソーがアンコール前。難しいですけどね、判断。イーソーは行った。もう手が詰まっちゃうってこと。ドラの風ピンと、あとはもう2パイしかない。本当だ、ひどいことになってる。そうですね、望月もポンしてるんでドラの風ピンも打てないっていうことですよね。ひどいね。ああ、積もった。望月ここはローピンを積もって、初ドラ1500戦は700戦200の上がりです。さあ、南三局、望月の親番ができましたけれども、その前にちょっと一旦小休止ですね。まあこれで近藤はもう ほぼ役満条件みたいな感じですか。そうですね、あと2局、まあ2局以上あるかもしれませんが、うん、役満条件。はい、まだ藤崎は親があるんでね。そうですね、うん、いやどうなるかちょっと見ものですけど、望月の親番、藤崎の親番が残ってますから、望月は今2万7900手持ち。いや、近藤のね手順面白かったですけどね。流派が先打ちがあだになりましたか。どちらにしてもポンテンは入ってしまうんですね。まあ、藤崎からのタイミングで、まあ、あのションパイになってた流派が打たれたかどうかがわからないですよね。いや、打たないので、おそらく打たないので、はいはい、官労層下がった可能性が入って、天敗対天敗にはなる感じじゃないですか。ああ、そうですね、うんうん、あ、そうするとそこで流派が打たれてポンテン入ると、近藤からの流派で、うん、そっかそっか。いやー、となると、まあけど町は苦しいですからね。9層と数層でしょう。数層1枚しかないもんね、はい、そうですね。うーん、難しいよね。これもう本当に本一とか鎮一は感覚みたいなもので正解はないし、うん、動いて成功する時もあるし。そうですよね。なんか女流岡もすごかったもんね。東がなんかミラクルな、ミラクルな、マンズ5枚連続で引きました、何に1テンパイしましたって上がってたから。いや、まあそう、難しいですよね。難しいですね、答えはない。まあ連想、まあイーソーはポンしない方がいいかなっていうのはありますけど、連想からだとよりイーソーは出やすいっちゃ出やすいですもんね。そうですね。ただこの上下の条件から言ってどうだったかっていうのはありますね。引き付けた方が得だったんじゃないか。はい、まあ、伊藤はね、立場的にあんまり掃除切る気にならないですもんね。掃除切ってまで上がりに行くよっぽどの手じゃないと。そうですね、うん、親がね露骨に掃除に行ってってなると、はい、一回貯めた方が、そうですね、有利だ。なんかちょっと僕は辞めることになってるんですけど、僕は辞めないですよね。
A2 呼吸したら読めるんでしょ。読めないです。読めないやめないんだ。はい。ちょっとやめる話になってるわ。A2 呼吸したらこの実況変わるかもしれない。それは変わると思いますけどね。さすがにやばいでしょ。やっぱ格もあるんで A2 の人がやるべきだなと思いますけど。まあそのためにも頑張んないとね。そうですね。待って、条件は分かんないけど、どうなって条件はだいたい 5,60 受けばいいんでしょ。 5,60、 いやまだあの別宅次第ですからね。まあまあまあだけど、はい、だいたい全然あるよ。さあ、まあそしてね、まあ残留争いよりも誰が昇級するかっていう方がね、やっぱ結構盛り上がると思うんで。いや、まあどっちも面白いですよ。はい、残留の方がドラマがあるからね。まあでもなんか言ってたね、高級争いじゃなくて残留争い。あ、残留争い、はい、ちょっと広まるといいなと確かにね、高級争ってるわけじゃないからね。そうそう、高級争ってない、まあ、高級押し付け合ってるかも。そうそうそう、そうです。さあ、近藤、そして望月、トンが統一。これトン1枚目どうしますか。仕掛けるんじゃないですかね、この局面では。いや、これ泣かなかったらすごいですけどね、逆に。おー、今がここになった。これは泣きたくないんじゃないですか、逆に。泣かないかもしれない。泣かないんじゃないですか、はい、3コムで。チーソウチー、なんかジョリーオーカーで泉を見てて、はい、泉は本当に固くなにめったに一泣きしないじゃないですか。うん、そうですね。それはすごいなと思って。なんか逆にそれがシステムみたいな感じに。そうなんだけど、そうなんだけどさ、あの、あるじゃないですか、そういう。そうなんだよ、そうなんだけど、はい、すごい、ね、すごい、いや本当に欲に負けないで、こんな泣かないの、はい、それはありましたね。偉いなと。まあシステムって言えばそうなんだろうけど、なんかすごいよく我慢するなと。あのプロクイーンのあのトンちゃんが撮った時も、あ、まあオーラスだけじゃなくて、うん、まあ、結構終始僕観戦だったら見てたんですけど、と、うん、ちゃんも固くなに泣かないな。そう、そういうのがすごい、俺は偉いなと、はい、自分が欲に負けることが多いだけに。そうですね、これはちょっとポンテン取りたいなとか。うん、ね、そこをね、まあ、システムって言ってしまうとそれでね済んじゃう話になっちゃうんだけどね。そうですね、うん、だけどすごい。さあ、テンパイ入ったウッパーピン、これはリーチを打った。なるほどね、まあ、1300オールも大きいですもんね。そうですね、1300オール上がるととりあえず浮きですか。出上がりでもとりあえず浮きか。山に3枚、あ、ごめんなさい、山に2枚残りですか。もう意外にいないんですね。いないですね。さあ、ただこれ積もるととりあえずは減点復帰、減点以上あれば古川よりも上になりますね。そうですね、さあどうなる、ね、普段の望月ならこれこのつもろーピンまで待ってたかもしれないですよね。ああ、なるほど、波点で参考変化待ってたかもしれない。確かに、これローピンとトンだけは引くなよって思いますかね、やっぱり。まあそういうフォームの人はそうなんじゃないですか。なるほど。もうね、これはヒロさんはリーチ行くんですか。リーチ親番は行きますね、ほとんど何かなければ。子供だとどうなりますか。子供だと行かないんじゃないですか。行かないでローピン引いたらリーチですか。ローピン引いてトンが役牌ならなおか、あとは役牌だと闇天ですね。闇天あまりどうせ積もった時打点そんな変わんないですよね。うん、ローピン積もった時だけですかね、うんうん、まあ、あとローピン、いやー来た、ここで近藤が参戦した。本一に行った、本一になったんで、おー、ここはスーピンを切ってとりあえず跳ねマンからといった感じか。跳ねマン直撃すると結構ありますよね。え、跳ねマン直撃したら一発で変わるぐらい、ラスにできますよね。一発では、まあ、あの望月との差ってことですよね。いや、一発では変わらないですけど、
まあ、条件が、はい、うん、これだけの一応まあ材料あれば行動的にも仕掛けていこうっていうことだったってことですよね。さあ藤崎はドラドラなんとかしたいですね。伊藤は受けですか。こうなるとさあ藤崎はここはスーピン。確かにこうなるともうさっき、まあ、ヒロさんもおっしゃってましたけど、これはこの宅内でやっぱり1にならないとかなり厳しい。上に2人だといいんですけどね。そうですね。ウッパピア、イーマン、アンカン、これで打点上がるか。リンシャンにいれば大きな上がりになります。リンシャン、虎のチューン跳ねました。いやチューンは痺れますよ。まあまあそんなに、まあ近藤も3品でちょっと気配が落ちましたからね、はい、これね。ただあれ今アンカンちょっと痺れますよね。ウッパーピンいたら見てる人はね、大きすぎますもんね。えってこんな3強多い確かにずるいよみたいな。うん、一品下がったか。これで望月の一人転敗で流局、持ち点が29,900点。うん、ただまあ古川のポイントを超えるっていうだけで望月としてはもっと叩きたいですよね、うん、いやもちろんそうですね。はい、しかもオーラスの藤崎の親もありますからね。はい、さあ望月ドラがローピン、あまり良くないか。一目ずつできている。藤崎は良さそうか。早いことは早いですけどね。いや伊藤が早いここへ来て、まあ、伊藤は普通に上がりに行くでしょうからね。そうですよね。さあ望月追いつけるか。まあ小型なんで先制リーチが入ったら行くかどうかわからないですけどね。望月から先制リーチとか入れば。そうですよね。確かにこれリーチ打ってしまえばもしかしたらあまり行く理由はないですからね。はい、まあ、ドラがアンコになってたりしたら別ですけど、沢崎との差も考えた時にやっぱりここで補充すると。あ、そうですね、はい、うん、下になってしまうのでっていったとこですよね。受けの2着ならば43,000点で大丈夫なので、トップをまくられてもいいってことですね、はい、3色見えますがね、どうしますかね。ローソー切るの勇気いりますけどね。あ、ここは急そう。3色ならば6チッパと、いい判断だったか。ジーソーがここに固まってましたね。そうですね、ペンジーソーに孤立。おっと、ここは近藤仕掛けていった。2枚目のペー微妙ですね。まあまあまあもちろん順位とかもありますからね、うん、藤崎チーピン引き、ここは何を打ってイシャンテンに取ります。三色も見えてきた。伊藤は形が良くなった。ここは両ピン打ち、この両ピンも仕掛けていく近藤。望
鈴木にとってはちょっとしびれますか。苦しいですよね。あ、これはどうしますかね。取らずか、ここは取らない、うん、もうピンズの本質に結構見えますからね。そうですね、確かに切り出しが数層からですもんね。相当、そうすると高く見えますよね。行きづらい。そうするとチーピンもリャンピンもイーピンも打ちづらいってなっちゃいますね。うん、あ、三ピンワンズですか。ウーマン、あ、リャンピン振り点なのか。まあけどウーマンローマンですかね。三ピンつもぎる手もありますけど、強くいくなら。あ、ここはマンズ。今度はこれで手から3万打ってきた。あれ伊藤今止まってます。伊藤のこの表情。テンパした甘露瓶の闇点。三色変がありますもんね。結構確かにこれ3万の取り取っちゃった。本位置じゃなかったのみたいな感じ、ね、そうですね。どうでしたかね。これ見せない方が得だった可能性もありますね。トンつもぎっちゃった方が。うーん、あー、ローソー引き難しいですね。ドラゴンローピン、うん、ウーピンいきますか。とりあえず、うん、3万トイツ落としだったんで、うん、ピンズが打ちやすくなったか。ウーピン打ち、これチーか。とりあえずテンパイと中膨れの3ピン短期のテンパイ、うん、あー、これでテンパイ入るペン三層。ちょっと微妙でしたかね。三ピン残って、これ持ち出来テンパイ。あー、この三層が捕まった、うん、これで近藤が1000点の上がり。1000は2000、あ、ごめんなさい、2000、そうですね、ペードライチで2000は2300の上がりです。これで条件が残りそうなのは藤崎ぐらいですかね。持ち出来はまあ、浮く上がりだったらするかもしれないですよね。難しいところですね。ただ藤崎に連チャンされて藤崎に返されたら元も子もないので、ここもないので浮かないでも上がる可能性はありますね。そんなにその古川をかわしたから何が起きるってわけではないですよね。そうですよね、うん、そっかそっか。可能性が何ポイントでもプラスしといた方 が上がるっていうだけ、うん、確かに古川は別にターゲットなわけでもないですしね。そうですね。今度はまあとりあえず100万を狙うんじゃないかなとは思いますが、どうなんですかね。まあでもあのその前の今の上がり方を見てると、まあ実際は1局伸ばしたいかなと思うと思うんですけど。そうですね、うん、まあ、すごい難しいですよね。何が平等ってよく麻雀でこういう話になりますけど、はいはいはい、結局じゃあ まあ、その中で最善を尽くせばいいんでしょうけど、うん、結局じゃあみんなでこう上がりに行かないと今度望月の応援してるような感じになるし、確かに確かに、まあ別にね他にも明日上位卓があるわけですから、はい、まあ、ただ本人にとって損だから今のは仕掛けないかなとは思いますけど。うん、なるほど。まあ自由は自由ですからね、まあ、自分の目が潰れる、うん、そうですね、自分の可能性が減るから、うん、そこそこ100万条件みたいなだったら100万を狙い続けた方がいい気はしますね。そうですね。さあ、ペー積もった、うん、先がいつもよりは親番でいいですか。それでも遅いですけどね、打点はありますけど。はい、持月は26でとりあえず浮きと2000点では浮かないというこの微妙なね、うん、まあね、けど4000オールとか引かれると一気に浮きが見えなくなってくるから本当に難しいですよね。しかも4000オール引かれたらもう、おお、でもローソー入れましたよ、これで2、3点。難
難しいよね望月ね。だからそうですね、何ポイント積み上げたいかっていうことですよね。確かに言う通りここで連チャンされたら元も子もないとも思いますし、ここすでに三層でしょうね。3層打って例えばマンズの両面とかに行ったらどうするかとかもありますもんね。うわー、つもぎった3万が2枚切れ、なるほどね、つもぎりやすかったですね。シャアがションパイ、ここは手広く受けていった。続きの立場は本当に、まあ、リャングパーマンとかになればリーチ打ちやすいかも。なんかもうこなんですかね、こうなったらもう効率的にとりあえず浮きを目指すべきだとは思いますけどね。うん、まあ、それこそ浮いて終わればまあ、だいぶ違いますもんね。今日の望月見てるとテンパイが入ればリーチを打ちそう。もちろん9万とかじゃリーチ打たないでしょう、はい、打つイメージですけどね、決めに行くような。なるほど、でもスーピンにくっついて、カンピンだと闇天とか、浮きになりますもんね。ウーピン引いたらサブロピンになれば両面だから一応リーチじゃないですかね。まあそれも2000残球と1000、2000全然違いますもんね、一応ポイントはね。もうカンさんもテンパイトラとこは、うわー、これはリーチ打った。これは望月止める意味を込めてですか。なるほど、ローマンとシャアのシャンポン待ち、シャアが2枚生きている。闇天ならシャアは止まらない感じはありましたけど、いやこれシャア掴んでも打ちそうじゃないですか。どうですかね、望月きついですね、手になってるだけに。特にテンパイ入った後とかだとね、まあ、今ローソ引いたのでどうか微妙ですけど、テンパ入った、やっぱ行った、ここは行った。カンウーピン、カンウーピンは山にはないということは持ち続けられないですね。これシャアはシャアぐらいは打ちそうですけどね、捨て牌的には自牌があまり当たらなそうな捨て牌、はい、上がれば浮きですからね。ここは行くか、ペイは1枚切れ、1枚切れのペイのタイムだと、まあ、ただ順目がだんだん深くはなってますね。そうですね、ただこれテンパイ量も大きいところではありますよね。望月はそんな感じ、望月に対してですか、切るものが望月が、だけどチーマン全順通してるならチーマンでいいですよね。どうしましょうかね、うん、ここはチーマン打ち、ああ近藤にシャアが来た、これは困る、打たないですね。ああローマンはないの、ローマンないですね。動画筋か、いやそうで伊藤も王女はないですね。さあどうか、シャア積もれるか、藤崎これは積もれず、では流局、望月も大きいテンパイ量をもらいましたね。よく押しましたね、ローソーだけでしたか勝負牌は。そうですね、さあこれで29100点持ちになりました望月。藤崎も連チャンすればまだ可能性があるといった状況。そうですね、2着3着だと8ポイント、トラはパーソー6000オール条件ぐらいですか、とりあえず望月をかわすには。そうですね、そしてさらに上積みさせておきたいところですよね。
現実的には本当もう120とか欲しいですもんね、トータルで。逆に望月はもう1000点でもいいぐらいの局面にはなってますよね。はい、もう藤崎にまくられたら本当に 0% に近いですからね。ただその中でできるだけ上積みはしたい。本当に難しいね、どこに線を引くかですよね、うん、もうこんなの答えなんてないもんね。ない答えがない、体験したことがない世界でしょうからね、うん、まあ、まあまあ望月にはあるかもしれないですけど、普通一般的に麻雀しててどこを目指してるかわからない、うん、ただこれ自然に浮きですかね、さすがにもう望月の手配的にも、うん、藤崎はドロドロですけど、あー数層引き、これもう小さ打ちですか。うわー3万打つ、これポンテンも3万すごいね、ポンテン拒否もう本当にドラ引いた 足りないよってことですか。77の可能性ありますね、68とか引ければ。いやすごい、藤崎ももう浮きプラスもう得点上積みってことですよね、これは。これが普段通りと。さあリャンピン切って、ジェイトイツの目をもう残したってこと？タイヤですかね、タイヤも残したですかね、前リャンピン打ちましたけど。ジェイトイツは厳しいもんね、親番でね。ああけどドラ使い切るにはって、嘘が3枚切れたんですね、結構。今度は手段校ですね。さあ急走はつもぎりが、いや考えている、何点上がればいいのか。3万イーマンとかがあるってことですか、これ。自分の中のボーダーがいくつかっていったところですよね。ああ、リャンソーが弱いからか。ウソが3枚切れ。すごいね。すごい。人生で切ったことがない。マージャン教室だったらダメって言われてる。うん、それは。何やってんの。それは両面だから。でもすごい。決まったらかっこいいですけどね。ただリャンウソが本当に薄くて、うん、リャンウソが残り1枚しかないんですよね、リャンウソは。じゃあ成功するか、パーソンも1枚しかないけども、はい、成功するか。これだったらこっちの方が打点が高くなりそうですもんね。藤崎、うん、も間に合いますかね。どうだ、取れないまであるかもしれない。いいピンあんこになった、これでだいぶ近づいたか。ここはパーソン打ち、まだ諦めない。もう言ってらんないですよね、まあ、6チッパーの変化ありますしね。はい、そしてこちらは近藤。ウーマン引いた、ここは闇点。いやどうします、まあパピーの方がまだマシですね、リャンソが悪すぎますもんね。そうつもぎり、藤崎テンパイ入れたいですもんね。ちょっと遠いですね、仕掛けるには伊藤の手配でしたね。ローソーですか、はい、ちょっと上がりまでは厳しそう。いいもんつもぎり、これ藤崎がテンパイ入ってリーチときたら望月がどのくらい押すかもちょっと、なんか見てると押しそうですけどね、まだまだ足りないと感じてそうなんで。リーチを打ってないんで、あー積もった、これはすごい、すごいね、これはすごい、うわすごい。リャンスより先にパーソー積もって、積もドライチの上がり、これで望月が上がって
古川かわしましたね。 2.4、6.4 プラス100ポイントですか。100ですね。できることやったと、望月。60ポイントぐらいですかね、浮いたのは。そうですね、60近くいって100ポイント、はい、100ポイントですね。ちょうど100ポイントぐらいですよね。プラスで終えましたね。はい、さあ今期の注意卓終わりましたけど、もう昨日に続きちょっともう見応え十分と。いや最後とかすごいですね。はい、なるほど。さあこれが最速でしたからね、はい。さあじゃあインタビューの方行きたいと思いますけど、はいはい、最初は、近藤さんと優子さんですか。優子さんですね。なんで分かったんですか。いや大体そうでしょ。大体いつもの展開が。そうか、上下から。そうですね。いやーすごい。はい、お疲れ様でした。さあ、ゆうこさん、今日は、立場的に開始前がマイナス 44.4 ポイントからで、まあ、昇級じゃないです、ごめんなさい。決定戦進出も、降級もちょっと難しいなっていった感じだったんですけど、まあ、降級はしなそうだったんで、だからさ、まあ、どう打っていくかもちょっと、難しかった。やりづらかった。だから1回戦目がもうほら全然ね、3人の気合に押されてさ、はい、ノーホーラーで3人がバッバッバッとあったでしょ、はい。まあ、とりあえずほらマイナス、箱ラス4回食うとさ、なんか寒くなるんで、はい、2回戦目はちょっと気合入れたんだけどさ、いや勝負ぞってね、もうどうでもいいやと思うとね、はい、もう麻雀で言ったらな、やっぱ上がれないし、はい。ただまあ、ね、もう道中もかなりもう丁寧に打たれていて、だぐちゃぐちゃな麻雀はやっぱ打ったら3人に失礼だから、はい。まあだけど2回戦目はだからね、いきなりあの面談で3色のね、はい、手がスーッと入ってたからさ、はい、ああそうです ね、だからあそこでもう、どうなったんだっけ、忘れやすい、そう上がりましたね、上がって、その回はではないけど浮きで終わりましたね、まあ、最後の方ちょっと積もられが続いて望月が、そんで3回戦目だな、3回戦目にダントツからああ藤崎にね、ローソー現物回り、現物回りの、はい、8戦ですね。だからもう最後の、今年最後の半ちゃんだからさ、まあ藤原に、あの思い出としてトップ取る思い出として、まあ、まあまあただあの純ちゃんがねうまいことハマったね、まあ、あれは、ね、6000ある、まああれで、うまいことハマった。一応の機種順位とかの関係もあるんで、うん、まあ、沢崎さんより上に行ってましたね、はい、上で今季終わりました。はい、だから要するにもう順位は変わらずとまあそうですね、はい、ゆうこさんは8位、はい。ただいろいろグランプリとかのポイントとかもあったりするんで、ちょっと変わるかもしれない。俺とは誠は関係ないと思うんだよね。1日1時は1時だと思うんだよ、ね、まだ分かんないよね。まだ分かんない、ね、いろいろな絡みがあるので、絡みあるか、ね、分からないです、うん、はい。さあ、まあよかった、はい、放棄しないで済んで。さあそしてまあ、1回戦終わった段階だと近藤さんもかなりいい位置で、いやすごいですね、うん、そう、1回戦すごい僕手入ってたじゃないですか。そうですね、入ってましたね。その割には点数伸びなかったよね。いやけど難しかったですよね。いやあの3万単価のチート位置とか、はい、なかなかリアンス残んないですからね、うん、あれも最初からもうチート位か、もう内定か立ったでしか考えない、チートもありましたからね。いやだから今までね、戦ってきてさ、今日初めてね、怖さを感じたね。降りないからね、今日。降りなかったから。あれおかしいなぁ。僕はあの2回戦で、6000オール上がりの味したんですよね。6000オールどの曲？あの、ローピン揃って1000オールの、あれ6000オールの手順があったんで。6000オールに、ならなくないですよね。ね、あの、パーソン1回、もう一順止めてると6000オールなんですよね。そうですね。あれでもこれからもきっと落ちていくなと思ったら、案の定2回戦トップまくられて、うん、まあ、そこからもう全然ダメですよね。まあ難しい局面も多かったですけどね、うん、まあ、あのトラといつの流派と白と、
何の曲も結局、まあ、泣きますし、まあ、泣いて下がったの白だけですけど、あユーハかな、どっちかだけで上がりは、まあ、シャアが割れてたんで残りの2人、まあ、望月がよく行ったなっていう、まあいうところもありましたよね。そうですね、まあ、ポンしてつもぎられたじゃないですか白、うんうんうん、もうあれでもう上がれないなって でもとりあえずもう降りるわけいかないしな、うん、まあそうですよね、まあ、あの局面全部いきますよね、うん、そうですね。あと最終戦であの親が流れた後とかは どんな感じで打とうかなって思ってたんですか近藤さんは。もうとりあえず高打点上がんなきゃしょうがないなと思う。手がもうひどいじゃないですか、うん、そうですね、これ何やればいいのかなって感じで、まあペーの2泣きももう渋々ですね。あーそうだよねっていったところですかね、うん、最後の方も難しいな、変に漫画ぐらいがってもしょうがないしな。まあそうですね、はい、まあ上がれば望月より上に行くかっていうぐらいですよね、うん、はい、そう途中まで望月を追い越してたんですよ。そうですね、途中までてました、はい、最初だけです。最初だけ、うん、あとは望月さんが今日良かったです ね終始強かった、まあ、まあ気合も全面に出てましたね。うん、出てました。得点表がそうでもとりあえず古ちゃんを抜いたんじゃないの望月は。そうですね、100ポイント、100ポイント、100ポイント、はい、ちょうど当たりで100ポイントです、はい、なので可能性はちょっと出てきましたね。ああそう上のね、古川さんが浮かないで誰かが 3,40 沈むと残る、まあ、ありますよね、うん、誰かがその上の3人のうち誰かが調子いいと、うん、いやここ2年ぐらい棚からボタ持ちでさ注意宅から、ね、あそうですね、はい、多いなって、そう2回買ってきたね、藤崎に前田さん、前田、はい、これはもうあるかもしれないですね、はい、そうまだ出なそうですか。なんか得点表がまだ多分出たらちょっと資料が来るんですけど、うん、まだ出てないと思うんですが、まあゆうこさん、うん、長い気持ちが終わった、はい、まあ、来期も A1 でお二人は戦うわけですけれども、うん、じゃ あの意気込みの方を聞いてもよろしいでしょうか、はいはい、まあ、じゃあゆうこさんから聞いて、うん、だから来期はさ、まあ、本当に上位宅でこう打てるようにね、うん、そう今年はなんかボケっとしてたからね、ボケとして、まあ、年のせいでボケと、まあ来年もボケとするかもしれないまあとりあえず頑張りますね、頑張ります、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ近藤さんお願いします。僕浮きで終わったんだよね。そうですね、浮きで、はい、終わりました。初めて浮きで終わったんですよ、4年目にして。ああなるほどこれを弾みに来季は上のタグで、はい、そう今度はね、だんだん自力ついてきたもんね。まあ落ちないですからね近藤さんも、ね、なんで今日のマージャン本当だからさ、今までやっててさ初めてだ、はい、恐怖を感じた近藤ね、あれなんだろう近藤こんなにピシピシちゃうの、まあ、もう A1 も長いですからね、うん、はい、今日はって落ちることないから、うん、いけるじゃないですか。それはそうだけどね、はい、それもあるけどね。というわけでお二方今日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい。藤崎さんと藤崎さんは新幹線の時間なんでお帰りになりました。いや大丈夫です、はい、早く座ってください、はい、早く座って早く喋ってください。ちょっと、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあまずは藤崎さんは、はい、今日はなんだ機嫌悪いから気をつけて喋るよ。はい、すいません、はい、40ポイントぐらい受ければって言ったところでしたけど、はい、そうでしたね、はいはい、頑張ろうと思ってきたんですけど頑張りようがなかったですね。最初はなんとか受けをキープって言ったところだったんですけど、うん、まあね、最初は粘ってましたけど、ゆうこさんにトン一曲の数奏打ってからもう全くダメでしたね、はい、2回戦目トン一曲、うん、まあしょうがないですね、はい、そうですね、まあ全体的に厳しかったですね、はい、チャンスもなかったかなっていう、はい、さあそして望月さんは、はい、今日かなり気合が入ってはい100ポイント。そうですね、はい、あれですよね、はい、以前前原さんに、はい、A1 リーグで100ポイント浮いて決定戦に残れなかったやつはいないから100ポイント目指して頑張れって
ずっと言われてたんですよね。だからもしこれで僕が決定戦残れなかったら、はい、30、32回やって初めて100ポイント持って決定戦に残れない選手ということになると思うんで、じゃあ前原さんが多分おめでとう責任取って変わってくれますね。そうやっておっしゃってたんで、まさか言ったことも嘘だったんですね。まあでも最年少包囲だけじゃなくて新たな称号ってまあでもあの100は一つの目標だったんで、はい、あのまあそれ100ポイントいってもうダメならしょうがないっていうのは、俺 MC じゃなかった、はい、MC じゃない MC じゃない喋りすぎなんで、あの進行僕なんで、はい、わかりました、大丈夫です、はい、泣け、はい、大丈夫です、あ大丈夫です、泣け、はい、望月さんが今あの喋るターンなんで、はい、進行的に、はい、望月さん、まあ100いって終わったんで、なるほどね、はい、そうですね、はい、ね、俺42とかで高専残って方位になるのにね、100でいけないじゃん、本当にかわいそうだね残れない可能性も、まあ、まあ、明日次第、まあ、まあ相当ないですよね、多分 5%もないと思うんですけど、まあ、まあ正直、はい、厳しいですよね、割と厳しいかなと思います、まあ、まあ、あの、まあ、最後です、あ出ましたね、はい、6万点丸上条件、6万4000点、はい、B 条件だったんで、まあ、との一局に有効さの連チャン一本馬かな、はい、一本馬天敗取らずが全てだったかな、でも取ったことないんでしょうがないと思うんですけど、うん、まあまあでも、はい、今わかんないですね、うん、まあ、年々ドラマが、そうですね、あのみんなに頑張っていただいて、まあでもよくやった方だと思います、まあそうですね、はい、この条件の中で、そうですね、そうですね、20近いプラスをできたという、はい、はい、100ポイントまあ明日は、瀬戸熊、前原、勝又、古川と4人やるわけですけど、まあそうですね、俺いや違う、全然大丈夫です、まだあの古川さんが望月さんのポイントを超えないで、まあ、誰か3人が望月さんより下に行くっていう条件ですもんね、まあ、誰かが大きくプラスしてくれればね、簡単に言えば瀬戸熊さんか前原さんか勝又が調子良ければ誰かが3連勝とかしてくれると、そうですね、話は全然、そうですね、はい、まあ、まあ他力ですけど、あのはい、あの、はい、トータルプラスで終われたし、あのいい気分で年を越せそうだなと、まあ、しょうがないですね、もう、明日は大丈夫ですよ、5時15分からくまくまタイムが始まりますから、そうです始まるよ何ですかその予告はアニメみたいな予告15分、開始15分でもう、そうそうそう、もう始まってる、始まってる、なるほど、それでそれだったら楽勝でしょう、だってそうしていただけると、ね、まあ、それだったら俺まであるかもしれない、どんだけですか、どんだけ、瀬戸熊さん300勝つみたいな、あ、なるほどね、みんな100負けるみたいな藤崎さん今日あれでしたね、3万短期鮮やかに決まりましたね、3枚残りの、うん、まあね、あーあの時盛り上がってたね、盛り上がってましたね、まあ、今日これだけ苦しくなると思ってないからね、あのまあまあさばいてさばいていけば自然とまあ2、30は受けると思ってたんですよね、そしたらもうあまりにひどくて何にもできなかったもんね、うん、まあ入んなかったですね、あの最後のシャーとローマンぐらいですか、その手らしい、うん、あれ、そうそうそう、親でテンパったのはあれしかないですからね、今日テンパする前に終わってましたね、本日つまがりゼロですからね、はい、それは無理だよね、うん、無理無理、まあ厳しかったですね、うん、でも明日あれだよ、俺も経験あるけど2年前に明日の A1 やってて全く関係ないのにモッチー見てるってコメントいっぱい入るからね、そうですね、はい、僕は宣言しておきます、明日見ません、はい、藤崎さんにはあんま聞いてない、誰も聞いてないと思う、藤崎さんには何も聞いてない、はい、僕いいんですよ、暇だったらここに遊びに来ててもいいんですよ、うん、いい久と、ね、いいですよ、大好きな久と、あ、うん、本当に、じゃあ朝から来ようかな、はい、OK だね、なんか司会みたいになってますけど、はい、はい、じゃあ白鳥さんいいですか、もういや、まあそうですね、あ、なんかありましたっけ、あ、なんか白鳥が俺の悪口言ってたってコメントあるけど、ちっちゃいちっちゃいって、まあ、言ってはないですけど、あ、言ってました、はい、言ってたの、藤崎さんもおかず大好きだからって、うん、取るスピードがね、やっぱり早かったなって、うん、おかず取りに行ったらこう、おかずとか全く興味ないとか言ってた人取りに来てたからそう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 、なんだあれちょっと聞きたかったですね、あれはびっくりしましたね、教託関係ないってことですか、あの無連ちゃんパーソーポンで早いと思ってたんですよね、下町誰だっけ、あの時ゆうこさんですか、ゆうこさんから、そうそう、ゆうこさんという意味か、
気持ちはゆこさん、ゆこさん早いと思ったんですよね。なるほど。そうです。だからスピード合わせ、はい、合わせに行った、ね、びっくりしました。えっ、パーソーポン初めて見たみたいな。俺はおかずいっぱいあったからこんなになってたからもうなる前に終わっちゃったよまあああいうのもできるんだぞとやろうと思えば。なるほど、ね、うん、でも落ちてけばまあまあちっちゃいと。ちょっと大きく構ってたんですけどね、全然ダメでしたけど、ね、ちっちゃい、髪の毛着てちっちゃくなったり。それ関係ないです。ほんとよく喋りますね、水崎さん。ストレス溜まってんの。本当によく喋る。周り中喋れなかったから。ご安心ください、機嫌治りました。あ、そうですか、はい、これでゆっくり年越しします。勝った人みたいな喋り方しますね、ほんとに、はい、でもこう、沈んでたらあれじゃん。まあそうですね、まあ、な泣いた方がいいよ。いや大丈夫です、泣かない、あの、はい、平気です、もう閉めますんで、はい、大丈夫です。寝てんの、はい、じゃあとりあえず望月さん、明日の結果持ちっていうところですが、はい、まあ100ポイント以上いたので、はい、今日本当にすごく楽しい試合でした。どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、というわけで明日が、A1 リーグの最終節、うん、最終卓で1年間すべて終わりとなっております。はい、ひさちゃん、あ、連盟チャンネルも、今年ラスト番組、31日の番組がないのでラスト番組と、はい、なっておりますので、ぜひそちらの方もご視聴ください。年明けは一発目から1月1日からですかね、小瀬さん中心 の、 あのなんか番組があるので、ぜひそちらの方もご覧になってください。はい、というわけで本日はこの辺りで失礼します。ご視聴ありがとうございました。来年の抱負とかはないの今日。あ、忘れてた。ないんだ。忘れてました。いや、まあなくてもいいですよ。あ、どうぞどうぞ。言ってください。あ、じゃあ、藤崎さんが言ってください。いやいや、もういいですよ。いや、あの、ほら、望月さんは残る可能性が。望月さん言いづらいですね。僕は口下手なんでいいです。はい、いや、はい。ありがとうございました。これ喋るんだったら藤崎さんからなんで。あ、そうなんですか。じゃあお願いします。来年の。はい。来年、どうぞ。来年、どうしようかね。A1 リーグですけどね。まあでもほら、久しぶりに4年ぶりに放送に出れなかったんで、久しぶりにオフをもらったってことでね、シーズンオフ今まで3年ぐらいなかったんでね、まあまあオフをもらったってことで、ちょっとまあ日本シリーズ、日本シリーズはありますけど、グランプリまでほとんど何もないんでね、まあゆっくりしようかなと。はい、ご声援ありがとうございました。また来年も喋ります。はい、喋るの。じゃあまあ望月さんはもう一応、まあ、決定戦残るか、まあ、とりあえずまだ分かんないですけど、残るバージョンと残んないバージョンに、はい、じゃあ、うん、行きましょう。いやいや、まあ、でもほとんど残んないと思ってるんで、はい、あの、はい、今年はあの、まあ、苦しい内容が続きましたけど、まあ、あの自分なりにはやれたかなと思います。また、まあ、方位決定戦だけじゃなくて他のタイトル戦も決勝に残って、何かタイトル取れるように来年も頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。